わっせ、はい、はいはい、はいのはいの、はーい、ちょいとちょいと皆さんにも聞きたいことがあるんすよ。ね、今回ね、僕の情報だけじゃなくて、皆さんにもね、ちょっとどうなのかっていうことをね、聞きたいことがあるんすけど、あー、これ見てくれてる人はね、この動画見てくれてる人は、マフィアシティやってる人が多いんじゃないですか？ね、多分ね、やってる人は多いと思いますよ。ほんでね、僕ね、ここの中にいるんだけど、戦いに行ってたんですよ、さっきね。先ほど戦いに行ってたわけなんですけど、ファームからね、回収しに行ってたんですよ。これ上の方にね、ファームあんだけど、これ。あらまー、燃えてますね。燃えてますね。あ、もう火が消えてますね、これはね。でね、ファームがあって、まあめちゃくちゃあったんだけど、他にもね、ここの他にもあったわけなんですが、まあこの辺もね、全部焼いていたわけなんですけど、僕ね、ここら辺におったんかな、確か最初。こっちか。ここにおってね、ここら辺にいて、まあ、焼きまくってからの左を焼いて、違うとこ飛ぼうかなと思ったんですよ、僕はね。この辺にね、飛ぼうかなーと思って、やってたらね、移転ボタン押したんだけど、なんか押せてなくてね、攻撃食らったんですよ。で、食らって、一回バリア張って、そこからまたやり始めたわけなんですけど、まあ僕はやったんですけどね、これね。あちこちやってからの、下の方に行って、まあ僕の移動の履歴はこんな感じなんだけどね。燃やしまくって、でこの辺を資源回収しまくってたんだけど、まあびっくりよマジで。なんか移転するときね、ボタンがね効かなかったような気がしたんですよ、僕は。思いっきりね移転ボタン押してたんだけどね、なんでか効かなくってね、履歴がねおかしいことになってたんですよ、本当に。ありゃこれやられてんじゃねえのみたいなね。僕自身は、多分僕の方が早かったんじゃないかな、みたいなね。攻撃来るより、僕の方がね、回避ボタン、移転ボタンの方が早かったんじゃないかなと思ったんだけど、だけどね、やられたんだって。あれ？と思って。これ多々あるんすよ。多々ある。なんかね、結構ちょいちょいあるわけなんですよ。僕はね、移転ボタン押してんだけど、攻撃が来て、すぐに押して、だけど、すぐに押したんだけど、攻撃が食らってから、なんか移転されるの？何これ？みたいなね、感じになって。で、これ、進撃勝利もあるんで、良いんだけど、ね、良いんだけど。まあ、やられてんだって、これ。見てくださいよ。最低ですよ。資源回収しに行ってて、回収バフに帰ってたんですよね。資源の回収バフ。まあ、いち早く敵の別荘に着くように、バフ重視じゃなくて、回収バフで、スピード重視でね、やってたわけなの。まあ、サイクロンとか乗ってね、やってたわけなんだけど、あーらら、みたいな感じ、これやばいじゃん、これ。どうなってんの？ちょっと見ました、これ。いや、資源回収してんのに、損失が10万人ぐらいあります。僕右なんですけどね。左のやつがね、損失ちょっとあるんだけど、あるんですけど、バフがね、2000超えてるわけなんですよ。何これみたいな。また？またっすか？結構最近やられてばっかりだね。やられてばっかり。じゃないっすか。どうしたのこれ。大丈夫？ 2000 バフ超えてるからね。あと何がやられたのか。何がやられてんのこれ一体。何がやられてんだろうねこれ。T11 入れてきてる。この辺が破壊力強いね。やっぱな。ほんとね。やばいね。いやー、T11 の殲滅がめちゃくちゃ多いじゃないっすか。はい、こんな感じなんですけど、僕はね、これ。防衛側。またこれやられた。T11 はね、課金してゲットしたものなんですけど、僕は作ったものじゃないんですが、これはね。あ、どん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 いなくなってくじゃないの。あとは暴走とかもお亡くなりになってるじゃないですか。ちょっと遅れたのか、ボタンが効かなかったのか、やばくないと思っちゃう。毎回こんなペースでバンバンやられてたら、どんどんいなくなりますよ、僕なんてね。最近ね、チンピラさんね、めちゃくちゃ作ったんですよ。すごい作って、で、他の人もね、やられてるみたいだよ。なんかね、僕たちはこっちにいるんだけど、はい、これ、なんかね、
めくりつけられてるし、つけられてるし、これ誰がやったんですか。今ね、イベントやってるんですよね。ありがとうございます。ありがとうございました。こんな感じで、いろいろと、なんかやってんだけど、集結やってたんだって今。やばいって、他の人もやられてるみたいだよ。なんかね、ボタン効かなかったの、これもしかして。他の人もバンバンやられてね、なんか戦闘力少なくなってなって、やたら戦闘力下がってる人がね、いるの。もうびっくりよ、本当に。びっくりびっくりですよ。はい、僕はびっくりしますよ。ミニエダいますから、ここに。やっべーって、皆さんどうですか？ボタン効かないとかあります？あれこれ、確かにボタン押したんだけどね、移転のボタンとか押したんだけど、効きが悪いんじゃない？みたいな。あれこれ効きが悪いんじゃないですか？これどうなってんの？みたいなね、感じであるんですけどね。会長って書いてある。なんか、会長って書いてあるけど。あれですか？集結ですか？ちょっと待ってくださいね、みたいなね。あ、やばいね、これ。闇金を偵察しました。闇金やってんだって、みんなね。闇金をやってる。これ。ここ、行ってましたよっていう話かな。その前にね、みんなやられてんだって、バン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 。これ、いろんな感じで、いろんな人やられてんだって。なんか、翔さんもやられてたって書いてあったんだけどね。翔さん、やられてた。ブラックユダカンカン祭り開催。開催しまくり。最近、マジでカンカン祭り開催しまくりっすよ。やべえみたいなね。で、この利益やられたのはさっきのね、利益なの。そう、翔さんもやられたとか言って。僕は赤字の赤字っすね。ファームはバリア張ってないです。とか言って。やられたんだ、先ほど。やられたんですよ。あー、ファーム。なんかいろいろとファーム、やられてる人がいて。仲間のファームが、バリア張ってない感じでしょうか。やばいね、これ。ボタンが効かなくて、移転できなかった感じだったら、かなりショックなんですけどもみたいな感じで、たまにないっすか皆さん、本当にあれこれ多分ね、ボタン押した方がね、ボタン移転が押した方が攻撃されるより早かったんじゃないのっていう感じないでしょうか。どうですか。あら、まあ本当にこういう事件的な感じがある、勘違いかどうか分かりませんけども、気をつけたいっすね。攻めに行くときは、回収しに行くときはね、気をつけたい。僕なんてどん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 チンピラさんがいなくなり、お亡くなりになってるから悲しいでございます。組織病院にいたやつは全員解雇してあげました。さようならってことですよ。皆さん気をつけましょうね。だけどね、本当にこういうちょっと不具合が起こったみたいなことがあったら教えてください。 YouTube のコメントに書いてください。皆さんちょっとその辺を教えていただけるとありがたいです。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。